はい、皆さんこんにちは、ラジオでお布団の時間が今日もやってまいりました。お相手はいつもの米田明と、はい、そしてアシスタントの竹村真理です。はい、ということでね、はい、毎週毎週元気に、うん、はい、とりあえずなんとか生きながらやってるというような残っちゃいや元気すぎますよ。いや、はい、やっぱりほら新年度というとね、はい、なんとなくこうちょっと来ましたね、新年度、パワーアップをね、そうですね、なんかワクワクした感じでね、なんかせないかんかなみたいなね、はい、なんかそんな風な気がしてまいりますけれどもね、はい、やはりこう、年の変わり目だとか、はい、年度の変わり目だとか、はい、なんかこう、まあなんて言うんだろう、始まりって感じですよね、うん、節目ってのあるよ、はい、なんかそういう節目の時には、はい、こうちょっと、心も新たに、はい、シャキッとしてみたいな、ね、シャキッとキリッと、ね、はい、ワクワクして、そう、なんとなくこう、はい、もちろんで気候もね、はい、やっぱ春っていうことになってくると、ね、気持ちも、はい、今まで寒かった冬から少しこう暖かくなってきて、はい、まあ、もちろん今言ったそういう気候と、年度が変わったワクワク感と、はい、なんかこう躍動していくというか、そう、明るくなってきた気がしますよ ね、 ね、なんかやっぱそれは秋と違うね、やっぱ春なんです ね、はい、ですね、そういう意味ではね、はい、てなことで、春の風をいっぱい受けながら、はい、今日も頑張っていきたいと思います。はい、はい、この番組ではリスナーの皆様からのお便りやご質問などお待ちしております。ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp です。どうかどうしどしメッセージを寄せください。はい、どんどんね、あのネットでいろいろお便りいただいたりですね、はい、しておりますので、ぜひぜひね、はい、またお寄せいただければと思います。ということで、はい、今日も元気にいきましょう。はい、ヨネ人脈ということで、ヨネさんの人脈でゲストを迎えましてお話をしていきましょうというコーナーです。はい、今日もですね、はい、素敵な、YFC 違うかな、来ていただいております。久々聞いたけど、はい、はい、ご紹介いたします、はい、スナックともこのマリオさんにお越しいただいております。はい、こんにちは。こんにちは。ようこそお越しいただきました。スナックともこのマリオさん、はい、何屋さんですかって、スナック屋さんです、はい、すいません、 YFC 言ったね、ヨネダファンクラブ、よくご存じヨネダフライドチキンと思います。はい、もう、皆さんご存知でございます、はいはい、私の周りですよね、多分、久々に聞かはったと思いますよ、聞いてる人は。あ、 YFC って言葉、はい、皆さん YFC とは覚えておいてくださいって、そうなんです、もう世の中に、はい、YFC の人が何十人何百人と、マリオさんの紹介して、あ、そうですか、はいはいはい、あのともこさんというお店で今働いてはりまして、はい、あのさっき聞いたらまだともこさん行って半年ぐらいやって、あ、そうです、なんか昔から知ってるような気がしてるんやけど、そんなことないか。で、やっぱりそういうあの祇園で、その前も働いてはったわけですか。祇園に来たのは3年前で、あ、ほんまに、その前に2年ぐらいはちょっとよそのお店でお世話になってたんですけど、あ、ね、でも祇園でまだ3年言うたら変ねんけど、そうです、その前は祇園じゃなかった、あ、その前は祇園じゃないですね、木屋町やった、違うから、もっと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 北の、お、どこに言うはったん、あの京都の外れの日本海の近くの、わら、わお、丹後というところで、わあ、いやー、ボサナモと違って丹後ですか、そうです、もういいか、どっち行ったか、いや、丹後の、丹後というても広ござんす、どの辺ですか、ござんす、はい、あの有名な網野町って、網野町、ああ、いいな、カニ、カニ、カニやな、はい、いいな、ね、もうちょっとカニの話を考えて、なんでなんで、あかん、もともとご出身が向こうなんですか、そうです、生まれが、網野で、ああ、そう、え、網野っていうとね、はい、僕仕事でよくね、網野町の商工会とかね、はい、何遍か行ったことあるんですよ、行くあるんですか、うん、最近ないけどね、はい、峰山町とかね、はい、あの辺は今、京丹後市になったんかな、そうです、丹後六町合併して、なんかいっぱいね市町村合併してて、はい、で、この間与謝野町へ私行ってたんですけどね、まあそんなのどうでもいいねどうでもどうでもよかったの、うん、ほんで、そのそこでその祇園に来る前って何をしてはったんですか、あ、もう普通の主婦だったんですけど、うん、でも向こうでもいろいろと
それこそあの丹後のその有名なカニの大座っていうところで、はい、大座ガニで、はい、そこの旅館でカニ焼きもしてましたし、はい、いいな、はい、マリちゃん焼いてるの食べてたら言ってへんのにもう羨ましくて知らないあの大座って知ってる、うん、はい、あの意外大座っていうのがね、はい、あれは不思議やね、人間の反対、ね、芸人って書くのね、はい、そうです、間の人と書いて、はい、大座と読む、はい、あんなもん読めへんで絶対ね、はい、知らんかったらね、あれはあれですね、橋本皇后から取ってありますよね、あ、昔聖徳太子のお母さんの橋本皇后が向こうにお隠れになってた時にあって、そこからあのまた都に帰られるということで、あのそのままの名前はちょっとその土地に置いて帰るにしたら、はい、おこがましいので、はい、読み方をあの座を退くということで、それで大座という読み方で字はそのまま橋本っていう字を取ってるんですよ。祇園のスナックで働かせておくの、はい、もったいないね、ちゃうからいろんなこと教えてもらわなか、なんかそういう歴史のこととか好きなんですか。大好きです。あら、そうなんだ。タンがとってもいいところで、あ、向こうはいっぱいいろいろあるよね、そういうのね、そう、そしたらなんかそういう、人に何か教えたりというようなこともやってたんですか。そういった昔の絵本とかの童話なんかも、昔話なんかも小学校とかで、あ、なるほど、読ませていただいたりとか。昔々そうあるところにおったのであれね、もうええかおったのになってしまったあ、そんなのやってた。やってました、うん、ちょっとなんかおことやってたって。あ、はい、おことも弾いてました。ねえ、すごい、ねえ、 おことってあのピロピロピンやのピロピロピン、あのまあお正月に、ね、流れてるダダダダダダダンってあれやね。そうです、そうです、うん、おことの先生をやってたんですか。そうです。教えてたの。教えてました。あらららら、あ、そう。大きな声では言えないですが、うん、もう今放送で流してますから、ね、もう十分大きな声で、はい、ね、ほんで、3年前に京都へ出てきたっておかしいな、こっちしないに来て、に出て、うん、あ、はい、ほんで今その友さんで働いて。そうです。ね、じゃあ実はねこんな話してるんですけど、はい、僕あんまり知らんねんね、まあ、もちろんお店行って喋ってるけど、ほら飲みに行ってる時にあんまりその身の上話してくれば、はい、あんまり言わへんからね、そんなの聞かないですよ ね、はい、あ、でもそのおことやとかね、他の子もいはるしね、はい、あ、向こうの出身でね、でね、今日ね、はい、あのマリオさんに来てもらったと、はい、実はね、面白いいきさつがございまして、はい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 、さっきもね、もうほんと無理言うて来てもうてるんですけど、はい、今日本当はですね予定してたゲストの方が、はい、ちょっと体調不良になりまして、はい、急にね行けへんっていう電話、はい、どうしようかなと思って、はい、もまあ別にもうこうなったらマリちゃんと二人でなんかべちゃべちゃ喋っといてもええかなとか、はい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 、まあ他にもちょっと当たったんですけどね、はい、まあ今日言ったら明日みたいな話やから、そう前日ですもんね、なかなかないなって言ってて、はい、実は昨日ですね、もう友子さんちょっと飲んでまして、飲みに行ってはったんですね、はい、で友子のママに、はい、で変化あったらなんか用がある、はい、そうです、どうしよう俺明日高校来やねんってゲスト行けへんねん、はいはい、なマリちゃん出たらどうや、だ私出ようかって呼んで来たんやな。そうです、そうです、ありがとうございます。けどね、まだ24時間経ってないですねその話が成立してから、ほんまや、もうそんな話でね、はい、もうピンチヒッターもええとこで、はい、ね、でもやっぱりね、そう言ってすぐ人が集められるのはヨネさんの実力が違うかYFC なので、はい、あ、なるほど、素晴らしい、さすがやな、よかったです ねリップサービスが、そうそうそうほなちょっとこっちもリップサービスしとかなあかんがな、その、はい、そうですね、ともこさんというお店、はい、はい、どこにあるんですか、しらじらしくあ、でも喋ってもらわんと ねせっかくやし、あの祇園のですね、はい、あの花見麹の、はい、あの市場ちょこっと上がったところに、はい、青い看板のあのともこと出ているところがあります、はい、花見麹通りをですね市場から東側をあるとこ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 と、はい、北の方へ歩いてもらいますと、はい、東側にですね、うん、そう 右側に、ね、はい、今あの分かりやすいようにローソンができましたので、ローソンできましたね、そうだ、お隣ぐらいで、はい、ゴン太郎、ゴン太郎ちゃんは、ノン太郎さん、はい、ノン太郎さんのお寿司屋さんの後がローソンになりましたね、はい、あのちょっと手前やね、そうです、あの南から行ったらね、でトモコという看板が上がって、はい、少し路地を入ったところ、細い路地を、はい、右手、はい、別にあの誰が行ってもいいんですか、はい、お待ちしてます、素晴らしい、ラジオで聞いた言うて、そうです、そうです、はい、YFC やからと言ってきてないから、YFC 本ばっかりよ、はい、あのともこさんというお店、本当にまあ女の子は何人かいはるんですけど、はい、女の子、まあ女の人、あ、そうですね、あの実は熟女ぞろいのね、はい、お店でして、素敵な方ばっかりですよ、そうなんですよ、だから割とお客さんもそういう意味ではこう客層が割と年齢高いよ、ね、高いですね、ね、はい、で、まあ、ママも素敵な人なんですけども、はい、ね、本当にお着物お似合いで ね、 着物ね、そうです、はい、本当に、うん、今何人ぐらいその女の子っていうか、今は6名ぐらいです。
ですね、あの交代で交代で、はい、で入れ替わり立ち替わり、ね、熟女ぞろい、熟女ぞろいで一人だけちょっと若い25歳ぐらいが、はい、若い、それで若いんですけどね、はい、あとはあとはどうでしょうね、あとはもう言わんとこ言わんとこ、はい、言わんとこ、いやキャールも聞いてる人がびっくりするじゃないですか、ちょっと行ってみたいなと思っていただきたいな、はい、あとはみんな60、70ばっかり、いやそんなことない、そんなことない全然そんなことないですよ、はい、でやっぱりああいうお店っていうのは、はい、それぞれのシーズンでいろんなイベントごとがあるじゃないですか、でもぼちぼちやるでしょ、今年もそうです、今年も桜祭りというのを、そんなんがあんねん、はい、でこういうのがあるとね、はい、ヨネさん来てとかまた言われるわけ、そうです、そうですね、で行かへんかったらまた何言われるかわからない、なので今日は宣伝部長なので、宣伝部長、もう昨日急遽そうやって誘っていただいたのは、これは行かなくちゃダメだと思って来させてもらったんですが、桜祭りって何いつからですか、11日と12日と13日で、4月の11日から13日まで、はい、何をやるんですかこれ、その個性派の塾女が、うん、はい、ちょっとドレスアップをいたしまして、お店に桜を飾りまして、うん、皆様にもしかすると私もお引くかな、あらららら、おーいいじゃないですか、桜飾っておことってぴったりですよ、ね、やっぱりさっきね、はい、冒頭オープニングでも言いましたけど、はい、まあ、春っていうのになってくるとなんとなくこう気分がウキウキしてくるからね、はい、そういう意味ではね、ぜひ、はい、お出ましいただいたら、はい、そうですね、いい方、別に誰言ってもいいのね、何でも誰でもいいです、はい、YFC ということを一言言っていただけると、はい、合言葉になってる、合言葉になってる、はい、てなことでもうなんかテーマソング流れてきましたんで、はい、今日はピンチヒッター急遽来ていただきまして、はい、本当にありがとうございました、はい、またぜひともともこへお待ちしております、はい、ありがとうございます、はい、最後まで宣伝していきます、素晴らしいてなことでね、はい、それではちょっとお便りをね、はい、いただいております、はいはい、ちょうどねヨネさんのお誕生日分の時ですね、3月6日のやつだから、はい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 、もう皆さんがねヨネさんお誕生日おめでとうございますって言ってくれたんですよ、ありがとうございます、その中でもですね、はいはいはい、ヨネさん元気だ、ヨネさんゲストにマリちゃんの声、ゲストさんにマリちゃんの声、夕飯を作りながら聞いています、ヨネさん誕生日おめでとうございます、63歳にして皆さんにお祝いしてもらえるなんてさすがヨネさんですね、そして任せて、ヨネさんがサラダ好きとは驚きましたって、男料理って素敵っていうことです、あっくんさん、ありがとうございます、いや本当僕サラダ好きですからね、ほんまに好きですよ ね、あともう一つ面白かったのが、うん、いつもアクティブだなと聞いていましたが私より年上だったとは負けたゲストさんのホームページ見ました、無料レシピも試してみたいですということで、梅さんですね、はい、はい、そうなんです、声だけ聞いてたら、若いかなと思うんですが、年を言うとこんなんですが、はい、63歳にして、はい、ますますパワーアップしております、そうですね、はい、でお布団の宣伝しましょうか、はいはい、どうぞ、はい、4月11日木曜日、はい、お布団リアルのオフショーがあります、はい、石岡の町上がる一つ目東いる、はい、ビアホールミュンヘンの2階でですね、はい、やっておりますのでぜひぜひですね、人脈拡大交流会、はい、来ていただければ生ヨネに会います、はい、そうです、生ヨネ見に来てください、生マリもいます、そしてね、はい、そうなんです、マリもいますけどね、はい、先週ねちょっとお便りのね名前読めなかったので、はい、先週分と今週読む分とでちょっとリスナー様読んでいきます、はいはいはい、小安さん、サヨンさん、ラッキーさん、坪田さん、丸さん、セコヤンさん、ユマさん、レモンさん、菅野さん、あっくんさん、梅さん、以上です、はい、ちょっと選手呼べなくてすみませんでした、はいはい、いつもねメッセージいただきましてありがとうございます、はい、ありがとうございます、てなことを言うてるうちにですね今日ももうお別れの時間がやってまいりました、はい、まあ先ほど言いましたように、はい、新年度を迎えてさらにパワーアップ、はい、皆さんもパワーアップしてもらって、はい、我々は別にそんな無理にパワーアップせんでもいいんだけど聞いたハルスがやっぱパワーアップしてもらってね、はい、そうですね、キラキラと輝いた感じでね、元気にやっていただきたいと思います、はい、てなことで、また来週もですね皆さんと元気にお目にかかりたいと思います、お相手はですね、いつもの米田明と竹村麻里でした、はい、ではまた来週までごきげんよう、さよなら、さよなら。